渋沢栄一の新一万円札が出ましたけれども、うん、韓国の抗日団体が抗議してるっていう話が出たありまして、まあ、久々の韓国からの抗議ですね。そうですね、はい、そう最近韓国面白くないんですよ。そうですね、言ってこないんでね、うん、全然なんかスパイシーな、はい、あのなんかね骨のある話題がないなっていう。そうですね、なんかちょっと新日になっちゃって面白くないですよね。そうですね、はい、3日に発行される新一万円札に実業家の渋沢栄一の肖像が使用されることについて、日本統治時代の抗日独立運動家の子孫らからなる韓国の団体幸福会が1日抗議し撤回を求める声明を出した、渋沢について、日程植民地経済収奪の先兵と指摘し、肖像の使用について植民支配を正当化しようとする欺瞞的行為と批判したと、はい、いうことですね。渋沢をめぐっては朝鮮半島の近代化に寄与したとの指摘がある。渋沢が頭取を務めた第一銀行は1902年、韓国で最初に紙幣を発行し、紙幣には渋沢の肖像が印刷された。また同時期に渋沢は朝鮮半島で最初となる、京津鉄道や、鉄道など、鉄道開設にも関わっているということで、はい、まあ、韓国はそれ、韓国、まあ、朝鮮半島はそれまで何もなかったので、そうです、うん、まあ、渋沢栄一っていうか、まあ、日本人が、まあ、だいぶ開発に寄与したと、いや、もうそのあるとは思うんですけど、はい、まあ、彼らからすると、うん、なんか発展させてるんだけど、うん、収奪したっていう発想になっちゃうんですよね。もうまるで逆の発想に。そうですね、あの自分たちの財産を取られたんで、うん、俺たちには財産がないんだっていうふうに言ってるんですけど、うん、全く逆で、うん、本当にあの韓国人はいつも人のせいにするし、はい、歴史を理解しないし、まあ、直視しないんですけど、うん、近代化できたのは日本のおかげであって、はい、で日本の多分半分ぐらい渋沢栄一のおかげなんですよね。あ、ほとんどのフォーマットを渋沢栄一が作ったんで、うん、鉄道もそうだし保険もそう、うん、銀行もそう、建築関係もそうだし、うん、もうほとんどの日本の産業の一端の、昭和まで続くね、うん、フォーマットは渋沢栄一が作ったわけですよ、はい、あのヨーロッパから勉強してね、はい、持ってきて、官僚としていろいろ教えてたけどできないから、うん、自分が出資して会社を作って、それでナンバー2を育てて、うん、じゃあお前にこの株やるからってどんどん株をやったんですよね、うん、だからあの当時渋沢栄一と仲良かった人はものすごい財産作れてるんですよね、うん、はい、お前社長やってみろと、俺はもうここでいいからって株もそのまま持っていけというふうにしてたんで、そんな人なかなかいないですよね。渋沢栄一が財閥を作ってたら、うん、三井住、今三井とかね、うん、住友とか安田系とか、はい、まあよりも全部足しても勝てないぐらいの大財閥、うん、渋沢財閥が、渋沢財閥の方がはるかにでかかったぐらい、うん、やっぱ全部作ったんですよね、うん、ただ自分が独占してもこれ競争が激しくならないから、もうめちゃくちゃ実力があるから、はい、余裕でみんなに与えてたっていう、うん、そんな渋沢栄一を収奪したって言ってるのか、はい、そう本当に行かれてるよね、うん、まあまあ本当歴史を勉強しない人たちだから、まあ、これはもう本当に局地的な団体でしょうね、はい、そうですね、今となってはそうですね、こんなこと言ってるのは、そもそも抗日独立運動ってしたのかっていう話もあるじゃないですか。韓国が抗日独立運動してたのかっていう、うん、はい、まあ、一部でそういうテロ的な行為はあったとは、はい、うん、思いますけど、はい、まあ、組織的にどこまで動いていたのかっていうと、うん、はい、結構協力的な、うん、朝鮮半島の人多かったですからね、はい、そう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 、いやだからやっぱ発展したじゃないですか。いや、そうです、現地でやっぱり朝鮮の人が、うん、地域を発展させた、そうです、日本の助けを借りながらやったからこそ、はい、まあそのね、終戦までに一定程度インフラ作ったりとか、うん、発展したっていうのはあるわけですし、だって文字も読めない人ばっかりで、うん、病院もないですからね、学校もないし、うん、大学も当然なかったわけですよ。日本が大学、ソウル大学だって、うん、早いうちから作ってくれてね、はい、大阪大学を作るよりも先に、うん、ソウル大学を作ったりして、うん、日本は持ち出しが多かったわけですからね、はいはい、そうですね、なんか収奪してるのに持ち出しが多いって意味が分かんないですよね。収奪全然してないです日本は出してるだけですよ本当にあとまあ白い服しか着てなかったんですよ。あ、染料とかも韓国全然なくて、うん、要は日本が来るまでは白い服しかなかったんですよ、うん、だから今の韓流ドラマでね、キンキラキンのいろんな服、赤とか緑とかいろいろ着てるけど、あれ全部嘘ですからね。あれフィクションですからね。全部フィクションですから、うん、あんな服一個も着てないですよ。
あの王様ですら来てない、うん、本当に。いやだから何もなかったっていう、何もないです、うん、はい、だからそこに、はい、まあ、日本がやってきて、うん、で様々なものを作り、はい、学校を作り病院を作り、はい、ハゲ山に木を植えみたいなことをやって発展させていったという、うん、まあ、事実は、はい、うん、あるし、うん、ちょっとやっぱ曲解なんですよね。そうなんですよ、全てにおいて。そうなんですよね、はい、まあ、韓国の人からしたら、うん、直視できないっちゃできないだろうね。まあそうですね。いやマジ本当何もなかったのかっていう、傷つくもんね、うんうん、多分相当傷つくから、やっぱここら辺取られたってことにしないと、うん、俺たちちょっとやってらんないよなっていうのが、まあ、知識人層であって、うん、それでちょっと国民にね、うん、説明がつかないぞという、うん、かわいそうな感じではあったと思うんですよね。そうですね、はい、まあ、ただそのいい加減その呪縛から逃れないと先へ進めないですからね、うん、まあそうですね。今ようやくあれじゃないですか、はい、日韓関係もなんか未来志向に、はい、まあその若い世代のこう文化的交流とかでだんだんこう変わっていくんじゃないかなっていう気はするし、今大統領もようやく、うん、あの真人間が出てきましたね。確かにね、はい、まあ、韓国が、まあ、あの朝鮮大半島で初めて独立は日本が独立させてあげたんですから、ね、はい、国として。それまではまあ秦の属国とかね、うん、まあ、要はあの支那大陸の、国の属国でしかなかったわけですからね。そうですね、はい、いやそう考えると、うん、やっぱりアイデンティティを考えたら、うん、やっぱ日本を追い出したみたいな、うん、そういうのが必要だったんでしょうね、うん、何もないからこそ、うん、はいはいはい、うん、じゃあそれ以前に独立していたのかっていうと、うん、まあ、そういうわけでもないし、いやそうなんですよ、悲惨だからこそ、はい、日本っていう、はい、もう悪魔みたいな象徴が必要だったんでしょう ね、うん、国をまとめるために。ただもっとその前に2000年ぐらいいろいろ散脱してた国が隣にあるじゃんと日本はそこに出資したんだけど、その前2000年間散々ね、そうですね、あの悪さしてた国が他にあるだろうと、うん、隣にと、はい、めちゃくちゃですよね。めちゃくちゃですよ。日本だけは憎いっていう、はい、そんな感じになっちゃいますからね、うん、でちなみに今日からそのね、新札が発行されたということなんですが、はい、うん、皆さんもう入手しましたかね。僕はまだまだ見たいですね、はいはい、新しい現金はあんま使わないんでね、うん、もう使わないのと、うん、今ちょっとやっぱあの企業が今ほら値上げ競争にあの乗っていけなかった会社あるじゃないですか、うん、例えばラーメン屋さんとか、はい、あれ今もう人手不足だから券売機じゃない、うん、あ新しい新札の券売機を買うとまたそのレベルが高いんですよ、あの、はい、偽札判定とかの、うん、はい、偽造されないように。だから200万とかなんかかかるらしくて、うん、今ただでさえ値上げしなきゃいけないのに、はい、で今ラーメン屋がこの小麦とかね、うん、いろんなものが上がったからやっと100円とかね、はい、死ぬ思いで値上げしたのに、うん、またここであの券売機入れるために値上げしなきゃいけないとかいやあれ大変ですよ。そう、券売機の切り替え、そう、200万300万する券売機を置くのに、うん、だからラーメン何杯売らなきゃいけないんだっていう状況になってんですよね。500円玉もそうじゃないですか、はい、あの新しくなりましたけど、そうそうそう、未だに対応してないところ結構ありますし、うん、ありますからね、僕あの入院してた時に、はい、あのジュース買おうと思って、はい、たまたま持ってたのが新500円玉で、はい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 、使ったら使えなくて、はい、カチャンって落ちて そのまま落ちてくるの使えないじゃん、なんでやねんってそう思うね、はい、ありますね、はい、いやちょっとねあの、うん、入手してみたいなと思いますけど、はい、使う機会があんまりないなっていう。そうですね、大体キャッシュレスで、いやもうだから券売機自体が割高になっていくんですよ ね、うん、そうですね、現金使う人が今どんどん減っていってるわけですから、うん、だからもう逆にもうキャッシュレスの、うん、券売機を券売機っていうか、まあ、券だけ出してね、うん、あのスイカとか、うん、クレジットカードね、ビザタッチとかで買える機会にしちゃった方がいいんじゃないかと思いますよ。うん、もう現金うちやってませんと。現金あれ回収するのもめんどくさいじゃないですか。そう毎日毎日。あれ現金をやめた方が、うん、あの店の利益上がったってあるんですよ、うん、あの集計も早くなるし、あと店の店員がね、はい、あの金盗むっていうリスクもなくなるわけですよ。だから店閉めてすぐにもう会計上あの閉じれるわけですよ、うん、あ今日の売り上げいくらでって、うん、全部出るんですよ。ところが現金だと、うん、まあお釣りでね、はい、払ったとかあの両替したとか、うん、全部やんなきゃいけなくなるんで、あの1時間ぐらいね店閉めてから集計するのにかかる店とかあるんですよね。ただあの僕自身がこの前経験したんですけど、はい、あのキャッシュレスの方が、うん、
間違った時大変っていうのはあるんですよね。あ、でかい金額だった時。いや、そういうわけじゃなくて、うん、細かいミスを修正するのがめちゃくちゃ難しいっていうのがあって、うん、あ、マジっすか。この前僕、はい、あの某ハンバーガーショップに行ったんですよ、はいはい、それで妻と2人分の、うん、はい、あの朝のモーニングのセットを頼んだんですよ、ね、はい、ハンバーガーとドリンクと、うん、ポテトついてるやつ、うん、2つ頼んだんですけど、はい、なんかあの会計ポイントでしたんですよ、はい、あの V ポイントとか、はいはいはい、ポイントでして待ってたら、で、あの会で、あの商品取りに行ったら、あのごめんなさい、さっきの会計ちょっと間違ってたんですと、はい、あのドリンクだけのセットとポテト付きのセット、うん、1個ずつで売っちゃったんですって言って、おー、はいはいはい、あ、そうなんですか、うん、分かりました、じゃあ差額払いますって言って、うん、で差額100円ですって言われたんですよ、はい、あ、じゃあ100ポイントってまたポイントで払ったんですけど、うん、はい、実は80ポイントだったんですよ、差額が。出た。だから多く取られすぎちゃったっていうのがあって、はいはいはい、で僕ちょっとそれ気づいちゃって、うん、これ違うんじゃないですかって言ったら、うん、あ、ごめんなさいと。で、はい、なんかポイントでちょっと直すのめんどくさいから、はい、20円返されたんですよ。ああ、あります、あります、はい、それあるあるある。で、うん、あの僕そのタイミングで、うん、あのチュロスを追加で頼んだんですよ、うん、2本はいはい、はい、だからその、はい、その差額が出て、うん、あのなんか現金とかになるのめんどくさいから、はい、あのその分値引きしてもらったらいいやと思ったんだけど、はい、まあ、20円で返ってきたみたいな。なるほど、そんな感じで。なるほどね。チュロス分もまた、はい、あのポイントで払って、ポイントで払ったんですよ、はい、そしたら20円は戻ってきた。そう、20円戻ってきて、はい、であのチュロスをまたポイントで買ったんですけど、はいはい、であの席で待ってたら、はい、ごめんなさいって言うんですよ。えっと思ったら、はい、チュロス3本入力してたんですよ、その知らんがな、みたいな。なんか、はい、図工ってなりましたけど、はいはい、まあ、僕もだから気づかないで買ってしまった僕も悪いかなと思うんですけど、あれ最近見ないもんね、はい、見ないで、そう、見ないでやっちゃうから、やっちゃう時あって、うん、後からカード会社から電話かかってきて、はい、あ、これって正しいですかとか言われる時ももちろんありますね。でそこで、はい、あのそれもポイントで払ってるから、うん、あのこれを返金にするとややこしくなると、うん、だから220円返ってきたんですよ、はい、だから僕ポイントで全部払いましたけど、はい、合計で240円手元に現金が増えたっていう、はい、なるほどね。ちょっとなんか変な体験をしました。あ、確かに向こう間違えた時やっぱ現金返してきますね、はい、僕もコンビニでそういったことありましたね、うん、はい、ちょっとだからそこややこしくなるというか、うん、今そのペイペイとか、うん、バーコード決済もあるし、クレジットカードもあるし、スイカもあるし、でポイントでも決済できますっていう感じになると、うん、はい、あれ店員のオペレーションが非常に大変になるんじゃないかなと。そうですね、うん、で多分個別の窓口って違うじゃないですか。違いますね、うん、はい、だから結構大変なんじゃないかなと。確かにね、うん、いうのはその時に思いましたね、はい、うん、っていうね、はい、はい、話でした。動画のご視聴ありがとうございました、動画への評価そしてチャンネル登録もお願いします。カズヤチャンネル GX では、毎日18時に動画配信、毎週水曜日20時半からは生放送も行っておりますので、ぜひご覧ください。